文語には先市場は、大分県大分市の JR 九州大分駅にある複合商業施設である。隣接する JR 大分市機内に駐車場についても、本校に適述する。大分駅高架化に合わせて建設され、2012年3月17日の完全高架化と同時にオープンした商業施設である。本来の文語には先市場である。 大分駅駅舎内の商業施設に加え、隣接する JR 大分市第二駐車場の1階、及び2階の一部にも商業施設が入居しているため、第二駐車場の商業施設も含めて、文語には先市場と称される場合もあるが、本校では両者を区別して記載する。なお、大分駅では、府内中央口側の旧駅舎及び地上ホームの跡地に、 2015年4月16日に、地上21階の新駅ビルが、開業。2014年9月30日には、新駅ビルの1階から4階部分、文後には先市場、及び、JR 大分市地第2駐車場にある、商業施設の総称をアミュプラザを置いたとすることが、発表された。また、駅ビル、文後には先市場、JR 大分市地第2駐車場、 JR 大分市ティ第3駐車場及び JR 大分市ティ第4駐車場を合わせた施設全体は JR 大分市ティと呼ばれる大分駅舎内の高架ホーム下に位置する商業施設である鉄筋コンクリート造り旧大分駅,駅舎内にあったフレスタ大分に代わる複合商業施設であるが店舗面積は約3000平方メートルと単独では フレスタ大分の4659平方メートルよりも小さい。各店舗はコープ大分で、全店舗面積のおよそ半分を占める。他の店舗は、フレスタ大分から移転した店舗が多い一方、新規出店した店舗には、大分県内、市内諸出店の店が多い。業種は、飲食店や土産品店が多数を占める。基本的に平屋であるが、 ミスタードーナッツとロッテリアには2階が設けられ、コンコースを見渡すことができる、両店舗共用のテラス席となっている。2015年2月27日には、新たに4店舗を開店し、1店舗を増床する、リニューアルを行っている。大分駅上野の森口側に隣接する立体駐車場である。地上6階建ての鉄筋作りで、1階と2階の一部に商業施設が入居し、 2階より上が駐車場となっている。収容台数は860台。商業施設は大分駅完全高架化と同時にオープン。入居店舗はレンタルビデオやドラッグストア等の地元の駅利用者向けの業種が中心である。駐車場部分は完全高架化に先駆け2012年2月25日に営業を開始した。営業開始当初は 大分駅南立体駐車場という名称であったが、JR 大分シティ全面開業に伴い、JR 大分シティ第二駐車場に名称変更した。2016年4月現在の出店店舗は以下の通りである。ありがとうございます。